どうも、キクロシンです。ある分野で一流を目指して成功したい。一つのスキルを極めて人生で何かを成し遂げたい。効率よく学習して最短最速ルートで夢を叶えたい。そんなあなたへ、今日は人生を成功に導く1万時間の法則についてお話しします。まずはじめに、1万時間の法則とは何か。人が何かをものにする、その道の達人になるには、1万時間の努力を要するという法則です。成功者と呼ばれる人たちを調べてみると、彼らが大成するまでには、ざっくりと1万時間の下積み期間があったというのです。実際にモーツァルトやビートルズ、ビル・ゲイツなどの著名人も世間から本物だと認知されるまでに1万時間の努力をしていました。この1万時間の法則が有名になったのは2008年のことです。在米ジャーナリストのマルコム・グラッドウェル氏が発表した天才、成功する人々の法則の中で紹介されて、ニューヨークタイムズのベストセラーになりました。それ以来、何かのスキルに卓越したいという人たちのモチベーション、継続の種となっているわけですね。では1万時間ってどれぐらいなんでしょうか。1日90分の努力なら約20年です。1日3時間の努力なら約10年。1日10時間の努力なら約3年です。こうしてみると、かなりの時間をその道に費やす必要がありそうですね。その道のプロになるために、本当に1万時間も必要なんでしょうか？実は、1万時間の法則は間違っていると反論する人も多くいるんです。いくら1万時間の法則とは言っても、時間をかければいいってもんじゃない。練習の質や指導者のサポート内容、育て方、打ち込める環境なども成功するために重要な因子になるのでは。効率よく学べばもっと短い時間で熟達できるのではないかという声が多数上がっているんですね。確かによくよく調べてみるとその通りかもしれません。1万時間の法則の1万時間というのは成功者たちの平均値だったんです。2万5000時間以上練習して極めた人もいれば、1万時間よりもずっと少ない練習時間で極めた人もいました。では最後に、より早く効率的にその分野で一流になるためにはどうしたらいいんでしょうか。どんなスキルであれ、誰しも6ヶ月以内に世界クラスになれると私は信じています、と豪語するアメリカの実業家、投資家、ビジネス書作家であるティモシー・フェレス氏の大作 The 4 Hour Chef から、短時間でスキル習得を実現する3つの方法をお届けします。1番目です。コミュニティに所属する。同じ志を持つ仲間からの価値あるフィードバックをもらうことで自分を磨き続けることができます。自分の間違いを正確に把握し、学習の改善点が得られるというメリットがあるんですね。2番目です。トレーニングメニューを組む。単純に同じ動作を繰り返すだけでなく、具体的な目標を定め、パフォーマンスの出来を確認しながら技術の向上に努めることが大事です。そしてただ身をすり減らして頑張り続けるのも良くないので、回復期、休みの時間も計画の中に入れましょう。地道に着実に成果を積み上げることでやりがいも感じられます。最後3番目です。教える側になる。多くの研究から受け身の学習は定着率が低いことが分かっています。その一方で自分が学んだことを文章に残したり他者に説明したりすると定着率が一気に上がります。さらに指導者になることで間違ったことは教えられないという責任感にもつながり、学習の質、成長のスピードも格段に進歩します。以上です。最後にまとめますね。1万時間の法則とは成功者たちの平均の学習または練習時間でした。これを1日に直すと10時間の努力で約3年間かかります。そんなに待ってられないという方は、効率よく学習することでその期間を早めることができます。コミュニティに所属する、トレーニングメニューを組む、教える側になる、この3つ何かを極めたいと思った時に参考になるかもしれません。応援していますね。それではまた、さようなら。